ジーン、ニコラス・セバスティアン・アレマンド、ジャン・ニコラ・セバスチャン・アラマン1787年3月2日は、スイス生まれで、オランダで働いた、自然科学者である。スイスのローザンヌで高校の校長の息子に生まれた。弟に、ローザンヌ大学のギリシャ元倫理学の教授となるの、フランソ・ワルイス・アレマンドがいる。ローザンヌ大学で進学を学んだ後、オランダに移り、家庭教師をした。 実験物理学者として知られる、ライデン大学教授、ビデムスフラーフェさんでから信頼され、スフラーフェさんでの二人の息子の家庭教師を任された。自らも自然科学に興味を持ち、ライデン大学で数学、物理学、科学、博物学を学んだ。電磁気学、特にライデンビンの研究をした。1747年にフラネカー大学の教授となり、 1748年に名誉博士号を受けた。1749年にライデン大学の教授に就任した。1751年から大学の科学史に関する標本の収蔵庫の設立を委託され、これがライデンのオランダ国立自然史博物館の前身となった。1751年から実験物理学の教授となり、 1759年から1760年の間は学長も務めた。自らの著作は多くなく、様々な科学者の翻訳をしたことで知られる。ジョルジュル・イル・クレール・ド・ビュフォンの博物誌のオランダ語版として多くの鳥類の記述を追加して出版した。スフラー・フェさんでの著作集ウーブル・フィロゼフィークイ・マティミティークスを編集した。フランスの動物学者、 マチュラン・ジャック・ブリソンの動物学の書籍の翻訳も言った。J. アラムは植物の学名で命名者を示す場合にジャン・ニコラ・セバスチャン・アラマンを示すのに使われる。ありがとうございます。